ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。今回は香里先生のスタジオで、レッスンを受けてきました。その模様をご紹介したいと思います。シュートカードは普段あまりやらないセミナーとかでは昔もよくやってたやつなんですけど、これすごい今日はお得なお得なことを聞きましたじゃあ今度ボール使って体をしっかりほぐしていきますね。あれ？あ、ちょっとどっちの足でもいいです。あぐらになるか片足伸ばして、このボールを当てたいのがここなんです。くるぶしのここへこんでるとこ、このへこんでるところにボールの上にくるぶしのちょうど下あたりを乗せます。ここそう、え、こっちでいいですか？ここで、あそこで大丈夫、はい、で転がらないようにちょっと押さえながら足をゴロゴロ、体重持てないのに体重はあるけど、そう、これが痛い、そう、体重乗せられないんだよね。浮いてるからえ、普段から浮いてるから、浮いてる、地に足がついてないからそう、だから全然押せない、なんでだろう、そう、地に足ついてる後ろの方は今汗すごく、いや、汗をかいてる。ここ特に痛い。男性もそうですね。睾丸とか。睾丸に痛い。痛いんだ。それ使えないじゃん。ピーってやるんですか、ね。私の声は入ってない。金玉入っちゃった。広告つかなくなっちゃうんですけど。睾丸はオッケー。すいません。うん、できる金玉使って。連呼してます。AI に外されちゃうんです。痛いでしょ。大丈夫ですか？じゃあ今度は足変えましょうね。今度は反対いきます。やった方の足を伸ばしといてもいいし、そこに置いといてもいいです。やった方の足はちょっと軽くなってると思います。そう、ここ一箇所やるだけですごく足軽くなります。ここに。体重かけろ。こうやってなんか力入れられないのか、あ、これが邪魔なのか、うん、色できてるよね、足に違う、足が自分に近いんだ、ちょっと離す、あ、なるほどね、あ、そうそうそう、そう、転がして、入れ、誰ね痛いでしょ、気持ちのいい痛さでしょ、うん、そうですね。じゃあ今足くるぶしほぐしたので、今度骨盤ほぐします。どっちでもいいので横向きましょう。横向いて寝ます。鏡の方向いて、どっちでもいいです。でこれ当てたいのがちょうどここ、ここの下に敷いてください。そうです、横向いて、そう、お尻の横、ちょうどここっとボールが入るところがあって、すっごく痛いところがありますありますでしょ、電気が欲しい、電気がすっごい痛い、ここ、ここすっごい痛いちゃんと息してくださいね。そう、さっきの息して、地に足ついてる位置ね。
ここは骨盤の歪みだったりとか足を前に出したりするときに使う筋肉ね、歪みに関係するところです。痛いです。でもし大丈夫そうだったらちょっとコロコロ動かしてさらに刺激を入れます。ちょっと軽いでしょ。軽くなってるのもちゃんと感じて、反対も同じように探してください、ね、ちょうどね、一番痛いところどこと入る。これは腰周りの歪みが整うから、腰周りのむくみがね、すっきりします。でとにかく、あと腰痛ですね。ゆっくり息はしてくださいね。痛いと息止まるので絶対に息は止めないように。大丈夫だったらゴロゴロ転がします。ここは骨盤調整とかにもね、整体とか行くと必ず、うちでもそうだけど、ここは必ずやるところです。視界が良くなってきたね。視界良くなったでしょ。骨盤と目はつながってるから。顔がいいね。うん。あの目が落ちる。視界が良くなってきた。この鏡に映ってるブーブーがまた顔が変わる。ブーブーって呼ばれてるよ。じゃあ、外して座ってみましょうか。座ってみて、ボールちょっと横置いてください、ね、腰回りの軽さね、感じてください。すごい軽くなってると思います。軽いんです。これは覚えておくとすごくいいです。すっごい軽いです。軽いでしょ、うん、そう、痛いけどすっごい軽くなります。右足を右手の外側に出します。右足を右手の外側、よいしょって出して、結構足の幅広め。そうです。ここしっかり整えてくださいね。ずるずると整えます。OK ですね。じゃあ胸をぎゅーっと引き上げましょう。胸引き上げて、このまま呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、もう一度吸って吐きます。ではこのまま後ろの膝を浮かせましょう。つらかったら後ろの膝ついてくださいね。で胸を引き上げます。そうです。でここでさらに大丈夫だったら体をちょっと回してみてくださいね。股関節を中心に回します。胸をぎゅーっと引き上げたまま、つらかったら動かないでそのままキープするか、膝ついたまま軽く揺れます。回している場合は反対回しもして、回しにくい方多めです。では動きを止めて、後ろの膝マットに下ろしましょう。まだこのままです。では右から後ろ振り返ります。右から後ろ、右から後ろ右足の方、そうで、ぎゅーっと振り返って、自分の後ろの足のかかと見るようなつもりで
ではこのまま呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って吐いて吸って吐いて、もう一度吸って吐きます。ではゆっくり戻して右足を後ろに引きましょう。四つん這いになって足の甲をマットに下ろします。お尻かかとの上に乗せて今伸ばしたところを縮めます。おでこマットに下ろしましょう。ではこのまま呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って吐いて吸って吐いて、もう一度吸って吐きます。ではお尻上げて四つん這いに戻って、今度反対いきますね。左足を手と左手の外側、足の幅ここはしっかり調節します。結構広めです。また後ろの膝ついたままで胸をぎゅーっと引き上げてこのまま呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って吐いて吸って吐いて、もう一度吸って吐きます。では後ろの膝を浮かせましょう。このままキープするか、できそうだったら体を回します。上半身と下半身つないでる筋肉に刺激を入れます。通った、鼻通ったね、うん、本当によかった。鼻呼吸できてる。鼻呼吸してるね。回してる場合は反対回しもして、回しにくい方多め。ほんと鼻通るよね。鼻通る。では動き止めて後ろの膝マットに下ろしましょう。まだ胸引き上げたままで、今度は左から後ろ振り返ります。自分の右の足のかかと見るように。ではここで呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って吐いて吸って吐いて、もう一度吸って吐きます。では正面に戻りましょう。じゃあ左足後ろに引いて四つん這いになって、さっきと同じようにお尻かかとの上に乗せます。おでこマットに下ろして脱力です。今伸ばしたところしっかり縮めます。ではここで呼吸します。一度吐きましょう。息を吸って吐いて吸って吐いて、もう一度吸って吐きます。では体を起こして座りましょう。一度水分取りましょうか。縮めたらまた詰まっちゃった。めんどくさい人が。伸ばしといた。ほんと鼻が悪いからよくわかるよね。